皆さんこんにちは、東京ワインガールかおりです。さて、緊急事態宣言が相変わらず続いていますが、皆さんワインライフいかがお過ごしでしょうか。やっぱり夜飲み歩きづらくなったので、お昼に飲むっていう方も増えたんじゃないかなと思います。ただお昼に行くお店選び結構難しくないですか。このお店お昼からワイン飲めるのかなとか、お昼からなので明るい雰囲気のところがいいななんていろいろありますよね。そんなあなたにおすすめのお店、今日はご紹介したいと思います。1月17日にオープンしたばかりの三宿にあるノットというお店です。ノットは世田谷の三宿の三宿交差点すぐのところにある副業商業施設のことなんですけれども、この、施設の中にはいろんなお店がその名の通り集まってます。森山コーヒーさんとか、グランターブル三宿、ライフノスタルジア、美味しいコーヒーが飲めて、美味しいワインが飲めて、素敵な雑貨のお買い物もできちゃう、そんな素敵なところなんです。さて、私が皆さんにこのノートでおすすめしたいのが、ぜひ予約をしてですね、この席取ってください。この目の前のテーブルと椅子に座れれば、もうこのね、素敵なワインのディスプレイを眺めながら、美味しいワインと生牡蠣をいただいてアペロができちゃいます。ちなみにワインリストもすごく充実していてですね、こんな感じでいろんなものがあります。今回私が飲んだのは、インビーボのロゼなんですけれども、セックス・アンド・ザ・シティで有名なサラ・ジェシカ・パーカーと、ニュージーランドの有名ワインメーカーのインビーボがコラボしてプロバンスで作ってるロゼなんです。グルナッシュと3層が 47.5% ずつ、プラスシラー残り何パーセント3% くらいかなのだったと、のブレンドだったかなと思います。すごく果実味が豊かでですね、ボリューム感があるんですよ。すごくフレッシュな、ごくごく飲めるスタイルなんですけど、すごく満足感もあって美味しかったです。生牡蠣とね、合わせていただくのが本当に最高で、ここで使ってる生牡蠣が広島県の江田島というところで取れる牡蠣なんですけど、ここの牡蠣が本当に美味しいんです。都内だとこの三宿のノットと、あと赤坂と、あとなんかもう一個のオイスターバーくらいでしか扱ってないそうなので、ぜひぜひ牡蠣が好きな方はここの牡蠣を目当てに来るのもありかなと思います。使ってるグラスも多分全部木村グラスだと思うんですけど、ワインももちろん木村グラスで出てきますし、熱々の食後のコーヒーも木村グラスのワイングラスで出てくるんですよ。なので最初から最後までワイン好きにはたまらない体験が待ってます。ぜひぜひ三宿のノット一度行ってみてください。では皆さん、ワインライフと引き続き楽しみましょうね。